もともとナプキンでやる石鹸のこういう手芸はあったんですが、それを、特殊な高級な和紙を使って液体を何度も塗り重ねることによって、その高級感があるそういうお土産を作れたらいいなと思って、和物ですと外人さんにもいいですし、石鹸だといろんな人が使っていただけるので、ちょっと見てても美しいので考えてみました。パーム和紙から取れた植物性の石鹸っていうのは全国的にどこでも安全性のある石鹸なので、それを使用してます。今回初めて出して、お客様からいろんな色のものとか香りもいろいろあったらいいというお声は聞いてるんですが、やっぱり白のこの石鹸だと絵柄がとても引き立つので、今のところこれでやってます。